有効チャンネル。今日はお腹のトレーニングを一緒にやっていこうと思います。本当はやりたいトレーニングって、まあ、横になりますね。腹斜筋を今日はね、トレーニングしていきたいんですよ。こう腹筋の横ですね。でここをね、こう絞るとくびれが綺麗にできるのでやりたいんですけれども、このね、ねじりっていうのも本当はやりたいんですよ。ただお客様見ててもなんかね、結構上にうんって頑張ってうんって上がっちゃって、なんかフォームとかがちょっと崩れたりとか、効かせたいところに効かせられてない方が多いので、今日は簡単。膝まず立てます。膝立てて閉じます。合ってるよね。膝閉じて立てます。で、左に倒していきます。これパタンってつかなくても大丈夫で、その状態で頭の後ろに手を組んで、ふっで、ちょっと見えたかなぐらいで OK。 ここを使っていきたいので、頑張って無理やり上がらなくてもいいんですけど、ちょっと覗き込むぐらい。ここでここの腹斜筋っていうのをこう使っていきます。では20回いってみましょう。せーの、ふ、に、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、OK。はい、反対。はい、行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、OK、お疲れ様でした。よいしょ。なんか普段使ってない筋肉のここが痛いってなると思うんですけど、これ20回ワンセットずつ毎日やるだけでも結構ここがね、ぐっとくびれていきますので、ぜひぜひやってみてください。もう無理やり難しいことしないで、ゆっくり正しく筋肉に効かせられるっていう方が大事ですので、ぜひおすすめでございます。できるようになってきたらこれもワンセットやってもいいかなと思うので、まずはね、ゆるくしっかりちゃんとトレーニングできるように、嫌にならない程度でね、やっていっていただけると幸いです。私の YouTube チャンネルでは、美容情報をたくさん発信していきますので、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。では皆さん一緒にやってみてください。バイバーイ。